こんにちは、柳田理香の一日一科学。湖は消えることもあります。例えば秋田県の八郎潟は、昔は面積が220平方キロメートルもある日本で2番目に広い湖でしたが、農地を作るための埋め立てが行われたために、今では昔の8分の1の面積になっています。農地を作るための埋め立てを干拓と言います。干拓によって消えてしまった湖はいくつもあります。また三宅島にあった新三尾池は、1983年に地下でマグマが地下水に触れて爆発するマグマ水蒸気爆発が起きて、なんと吹き飛ばされてしまいました。そして現在の大阪平野は、昔は河内湾と呼ばれる海でした。西暦400年ぐらいまでに、この半島の先端に土砂がたまってだんだん伸びてつながって、河内湖と呼ばれる片湖になりました。河内湖には大きな川が2本流れ込んでいたので、よく洪水を起こしました。そこで仁徳天皇陵で有名な仁徳天皇は、水の逃げ道を作る工事を行いました。その後河内湖は、川から流れ込む土砂や干拓のためにだんだん小さくなって、江戸時代には2つの池が残るだけになりました。今日の一日一科学。大阪平野は江戸時代の前までは湖だった。ということは、その頃は関西には琵琶湖と河内湖、大きな湖が2つ隣に並んでいたことになりますね。また明日。